です。お、来ましたね。硬いんじゃないですか。来てくれました。おう、おう、おう。当てるか。当ててもいいよ。当ててくれたらありがたいな。おう、おう、おう、おう。おう。おいおい、勘弁して。よっしゃと、うい。はい。と、餌食ってますわこれ。餌食ってる、餌食ってる。餌食ってますよこれ。かなり。パンパン。パンパンです。よし。はいはい。餌食べてますよこれ。パンパンです。あ、もうこういう時期ですか。こういう時期になりましたか。もうすごい体型だな。これパンパンですよ。これパンパン。これ体高のある、すごいですねこれ。大きくないですこれ。大きくないけどこの体型どういうこと。この体型、口ちっちゃいね。メスですね。だけどこの体型すごいですよ。ね、逃がしてあげましょうね。はい、ありがとう。すごい。釣ったルアーはですね、ちょっとテストで、普段使わないんですけども、これね、ビッグバンで買った100円スピナーです。これで釣れてくれました。引き続きちょっとやってみます。長いの強いところにいましたね。うわー、楽しい。で、こうやって引っかかるでしょ？取り方ちょっと教えますね。こうやって引っかかったらね、ここを返して、で、手前に引っ張るでしょ。手前に引っ張って、パーンって離すんですよ。そしてヒュッてやるとね、石に引っかかったんだけどね、簡単に取れます。ほら、ね。こんな感じで外してみてください。ダウンで。ダウンにキャストして石に引っかかったやつはね、こういう形で簡単に取れます。ね。木の根っかぶりかかっちゃうとね、残念でしたっていう。ことになるかもしれないですけどね。ごく普通の寝がかりでしたので、これ十分、合わせますんで。十分使えますね、これね。ちょっとダウンクロス気味にちょっと。うん、ダウンクロスでも大丈夫ですね。ダウンクロスも大事です。まだそんなに、なんていうんでしょう、数が釣れるという雰囲気ではないけども。ね、ちょっと始めただけなんですけどね、すぐ釣れました。ちょっと、ダウンクロス。ダウンクロスをちょっとやってますね。
ね、虫も出てるから、これあれですわ、夕方あたりやったらもうドライフライでめちゃめちゃ釣れちゃうんじゃないですかこれ。ねえ、そんな感じするな。これからどん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 長いの早いとこに入ってくるんですか。よし、ちょっと真横に投げてみて。うん、いいですね、大丈夫ですね。スピナーのね、こういいやつってね、ダウンで投げてもダウンクロスでもね、特にアップクロスに投げてもね、スイベルが水をしっかり噛んで緩い流れでもですね、スイベルが動いてくれるやつがね、いいやつですよ。だからどんな状況下でもスイベルが安定して回転してくれれば釣れます。このスピナーの最大の命はあのスイベルが回転することです。回転しなかったらね、釣れないです。スプーンとかと違ってね、スイベルの回転がね、命です。スイベルの回転が命ね。え、最盛期だったらあの木の倒れてる下あたりなんかも最高にいいですよ。まだその最盛期まではね、行ってないのかもしれませんけど、おっと、あ、やった、危ない危ない。もう木のギリギリ狙いますからね。まあルアーがロフトするなんていうのはもうある意味覚悟しながらやってますからね。これねえ、ルアーが痛ましくて攻めれなかったらダメですよ。特に川なんてね、そこまで攻めなくてもね、釣れるんであればリスクを犯す必要はないんですけども。バス来ましたよ。1投目です。あ、結構いいやつですよ。結構いいやつが来てました。うん、1投目で来てました。これこれこれね、よしよし、はい。さあ、相変わらずここ相変わらず魚っぽいです。はい、ここで2本目ですね。来た、はい、来ましたよ、3匹目。おい、前回同様のやつだ。来ましたよ。ナイスだもんね。おっしゃ、おーはい、来てくれましたよ。よし、うん、はい、ニジマスですね。はい、こんなやつが来てくれました。おお、いいですね。はい、おお、お茶しと、あ、いいやつですね。割といいやつ来てくれました。いや、入ってるね。はい。はいはい。はい、全部入ってました。はい。お茶しと。
ヒットですヒットしました。ちっちゃいぞ。はい、ニジマスですね。来た。一発いきましたね。おお、やっぱり天がいるんだね。え、さあ今日はどうかな。来ました。来ました。よしょ。はい太ってるね君。